皆さんこんにちは、こんばんはになってしまいました。今日は、もうすぐ子どもの日端午の節句なので、5月人形を飾ってみました。これです。これはゆうすけが初デックの時に三枝のご両親からいただいたものなんですよ。ですからもう40年です。凛々しい弓矢を持った男の子の人形なんです。世界中の男の子たちの女の子もですけど、元気で幸せに暮らせますように、そんな願いを込めての5月人形ですね。それではまた皆さんもお元気で。